ブランデンブルク返境博の紋章。ブランデンブルク統治者の一覧では、神聖ローマ帝国の両方君主の一人である、ブランデンブルク返境博を一覧で列挙する。ブランデンブルク返境博領は神聖ローマ帝国の主要な構成国の一つである。1157年にノルトマルク返境博アルブレヒト一世が、ブランデンブルク返境博を設置したことに始まる。 1356年にカール4世が金印直所を発したことで選定公の地位を獲得する。初期は様々な家系が支配したが、1415年以降は一貫してホーエンツォレルンテが5世紀にわたって統治した。ブランデンブルク返教博及び選定公は1806年の新生ローマ帝国崩壊で敗された。しかしながらホーエンツォレルンテは、 プロイセン王国と名を変えて、ベルリンを中心として統治し続けた。1871年から1918年の間には、ドイツ皇帝も兼ねている。以後はプロイセン統治者の一覧を参照。東ドイツの行政が廃止されると、ブランデンブルクの地の回復は1990年のドイツ再統一の前触れとなった。ありがとうございます。